はいガ u y どうも、ゆうえジャーナルのゆうえです。今日はね、ちょっとマインド的な話をしていこうかなと思います。周りの目とか、周りにどう思われるかっていうことを気にしちゃって、窮屈になってるとか、生きづらくなっちゃってるとかっていう人結構多いと思うんですよね。俺自身も最初はすごくそういうところあって、 窮屈だなぁと思う場面はいいっっぱいあったのであったんでですけどでも今 YouTube とか SNS で結構積極的に発信できるようになったりとかいい意味で周りにとらわれなくなって変化っていうのもすごくあったので今日は、えー、気にしちゃってる人とかに向けて俺が後押しできるような話をしていこうかなと思いますでまず本題に入る前にちょっと注意しておいてほしいのがまず自己中になるとか思いやり気遣いを忘れちゃうの とは違うっていうこと。これはね、周りに囚われなくなるのとは全然違くて、思いやりとか気遣いっていうのは絶対人間付き合いの中で必要だし、大切なことだと俺は思ってるので、それを忘れちゃう、それを無視して自己中になっちゃうっていうのとは違うということを、まず頭に入れといてください。ゆうやジャーナル はい。ということで本題に入っていこうかなと思います。まずね、周りに囚われることによって損したり、自分自身の可能性を無駄にしちゃってる。これって絶対あると思うよね。本当はやりたいこととか、強い意志とか考えとか思ってるのに、これをやったら周りに変に思われるんじゃないか、馬鹿にされるんじゃないか、批判されるんじゃないかっていうことを気にしちゃって、実際に行動に移せない。周りに合わせてばっかりでありのままの自分を出していけない。これほどもったいないことはないんじゃないかなと思ってます。大きいことだけじゃなくてね、それは。普段の生活だとか、 人付き合いでも同じで、本当にやっぱりありのままの自分を出すこと、自分の意見を言うこと、これをね、恐れないでほしい。で、もう一度、やっぱり考えてほしいな。本当にこの問題って重要なのか。俺はね、大きいようでちっぽけじゃないかなって思ってます。客観的に見て、他の人がどうこう考えるかで、えー、自分人生に影響されちゃってる。これは嫌じゃねっていう話。 自分の人生の主人公はあなたなんだから。え、これは完璧に個人的な話になるんだけど、俺も一年、約一年前ぐらいから、自分の元からある体の病気で、約一年ぐらい、休学することになったんだけど、本当にその期間、ほとんど寝たきりのことが多くて、まあもちろん波はあるんだけど、その期間ね、普通のまず生活は遅れないし、やりたいこといっぱいあるのに、こうやってね、できないんだよね。それはマジで辛くて、やりたいことあるのにできないもどかしさ、まず普通の生活ができることのありがたさ、そして今この流れてる時間の一瞬一瞬の 大切さめっちゃそれをすごく感じて何でもね挑戦できることっていうのがどれほどありがたいのかっていうのを感じたから今押さえつけられてたものが今こうやって体調が安定してきてるからすごく一生懸命にできてるそうするとね周りを気にしてることとかもマジでどうでもよくなってきてやっぱりそこからね YouTube だったりとか、えー、情報発信 っていうのにつながってるんだけど、YouTube なんて特に最初はハードル高かった。こうやって顔出しして喋るのなんて、本当はね、すごく不安だったし、絶対今も影で笑ってるやつとか、馬鹿にしてるやつがいるかもしんない。いや、たくいるでしょう。でもね、これが俺の自分のやりたいことだし、全力でやってる。一生懸命になると、そんな周りのこととか、本当にどうでもよくなってくるのね。特に学生とかっていうのは今しかないと思う。 社会人になったらもっともっと時間は狭まってきちゃうだろうし、できることも限られてきちゃうと思う。だからマジでこの一瞬を大切にしてほしい。今後悔しないように生きてほしいということ。 とは言いつつも、まだやりたいことがなかなかなかったりとか、大きな目標、意思っていうのがまだまだない人もいると思う。俺も実際本当に挫折経験がなかったらこういう人間になれてなかったと思うし、まだまだ俺も何も成し遂げられてないから偉そうなことは言えないんだけど、まずはね、本当にいろんなことに踏み出してみて、それに対して自分が思ったこと、えー、何か感じたことっていうのに対して真剣に考える機会を作ってみてほしい。 そうすることで本当に視野っていうのは広がってくるし自分のやりたいことだとか興味のある分野に対してもっとね出てくると思うんだよね。 はい、それでね、最後、まとめを話していこうかなと思います。こういう話があって、10人いたらそのうちの1人は何をしてもあなたのことが嫌いになりますよっていう話があって、まさに俺この通りだなって思うんですけど、だってやっぱり会う人会わない人がいるのっていうのは当たり前のことだし、あとはね、どんなに人気な有名人だろうが、どんなに人気な YouTuber だろうが、影響力があればある人ほど、やっぱりンチって絶対いるじゃないですか。だからむしろアンチっていうのは自分らしく生きているっていう証拠みたいなものじゃないかなって思います。 だから自分らしさにこそ価値を持って、えー、少しずつでもこう何かのアクションを起こすっていう勇気を持ってほしいなと思います。でね。 えー、俺もこうやって偉そうなことを言ってるけど、まだまだ何も成し遂げられてないし、まだまだ挑戦は始まったばっかだと思ってます。だけど、こういう俺に対して、えー、応援してくれたりとか、えー、明るい言葉かけてくれる人がいて、本当にそういう人には感謝したいと思ってる。逆の立場になった時、俺も抑えられる人間になりたいし、もうこうやって自分らしく生きていく上で、寄り添ってきてくれる人を本当に大切にした方がいいなと思ってます。やっぱりね、人の影響、 悪い影響によって気にしすぎることによって自分自身の可能性を潰しちゃうというのはすごくもったいないこと。やることによって可能性って俺も思ったけどすっげえ広がるから、どう思われるん感じたか嫌なことをマイナスなことに注目するんじゃなくて、やったことによって広がるプラスなことを想像して、えー、希望を持ってほしいなと思います。はい、ということでした。 でね、こういう話をすると、なんでそんな深いことを考えて、えー、やってられるんですかとはいう話をしてくれる人がいるんですけど、誰もこういう感じの人間になるとも思ってなかったし、まさか YouTube をやってるとも思ってなかった特に今から振り返って、中学生時代とかは野球だけやって、勉強は全くせずに、もう、学校態度とかも結構悪くて、えー、先生に切れて、授業中途中で、 扉を破壊して出てっちゃったりみたいなことをしてるようなバカな時代もあったし、でも今こうしてこういう風になってる。どれが正しいとかはもちろんないけど、えー、こういう風になれたのは本当に経験が人を作ってるんだなと思いました。なのでまあ何も今ね、やりたいことがないっていう人も幅広くいろんなことをやってみて、えー、考えるという機会が未来につながるんじゃないかと思ってます。 はい、ということでした。でね、実は俺も私もこういうこと思ってたんだよね、みたいなことがある人は、ぜひね、えー、コメントやら DM でメッセージください。またね、こういうマインド系のこともどんどん話していこうかなと思ってます。ぜ、え、ひ、ー、ね、動画を見てくれるのもありがたいんですけど、チャンネル登録が一番ありがたいかなっていうとこなんで、えー、登録をお願いします。それでは、バイガーイズ